はい、どうもこんばんは。9月23日金曜日夜6時を回りました。リビドタイムです。パーソナリティのアイデンです。アシスタントのアネです。ぬるっと あれ先週は失礼いたしました。アシスタントのジェニコでございます。ズル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 。はい、というわけでですね、私がいろいろ今結構大変な目に遭ってるけど、すごい頑張ってから元気を出してるところ、はい、まあ皆さんいろいろね、お疲れ大変だからね。うん、はい、というわけで先週、しんどった、ジェニコ編集も戻ってまいりまして、はい、生き返りました。すみませんでした。はい、無事生還おめでとうございます。はいはい、はい、そして姉様もやってまいりました。はい、はい、というわけで、今週は、こちらの、3人で、ゆるっとずるっとお届けする感じでございますね。はい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 なんだろう、なんか学校の先生とかになった感じ。あ、そうですそうです、わかりました。今私自分の今の設定は、はい、小学校 3,4 年生ぐらいの反抗期を迎えた娘っていう設定だったんですけど、めんどくせーやだー。冒頭から小 3,4 ぐらいの反抗期を迎えた娘っていう設定でお送りしてたんですけど、いや本当にね、学校の先生はすげえなと思いますよ。本当にね、本当すごいですよ。わかります。本当にね、買いますよ。だってね、あれは本当にこの人を導くということに対してこうすごいこの熱意がないとね、だって割合合わないからね。はい、すごいこれだもん。これよ、これがさ、こうね、何十人もいてさ、これさて、いや大変だよなと思ってさ、本当にね、聞いてますよ。ね、本当に、はい、ありがとうございます。頑張ってください、本当にね。はい、うわくそあ、こうやってな、こうやってな、でも頑張るんだよ先生は。それでもな、いやね、うん、じゃあ先生に敬意を示したところで、私では、はい、敬意示されたんか。今の下りのどこに敬意が。敬意とは、はい、みんな辞書で調べましょうね、これね、はい、敬意、敬うそうだね、意向そうだね、敬意と読みます。知らないんですか。読みますよ。やだやだあ、やだ。それでは参ります。この番組は新車購入に中古車購入、車検から日々のメンテナンスまで、車のことなら何でもお任せ。サンライズオートワン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 。地下鉄高田霊湖駅から徒歩2分、本庁教室を中心にレッスン受付中、仙台の音楽教室のロックオンミュージックスクール、ワン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 の提供でお送りいたします。はい、というわけで至る所でワン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 しておりますけれどもね。はいはいはい、なんだかなね、本当にね、そういうわけだから、全国の教職のね、皆さんも本当ね頑張ってください。そして生徒の皆さん、あんまり先生をいじめられてください。先生、犬が入ってきた。いはい、あ、犬、うわ、犬よ、犬が来た。俺狂犬より怖い、これわかりました。仲直りします。じゃ あなんかちょっと怖い人が入ってきたので CM です。系のココだわ。僕たちペットと同じように車もご主人様のために一生懸命なんだわ。だけど毎日疲労は溜まっていくんだわ。もしもの前に定期点検を、愛する家族を守るためにだわ。サンライズオート。はい、というわけでですね、はい、はい、ね、
めげずに頑張ろうかなと先生は思うわけでございますけどね。先生寒いです。あ、寒い寒いですか。そろそろ季節のね、はい、変わり目でね、こういう時はこう気温が上がったり下がったりしますからね、気をつけましょうね。先生ストーブをもう今日からつけてください。今日から、いやでもそうするとほらいろんな人がいますからね。姉ちゃんはどうですか。はい何でもいいですこれいやこれ、あ、困ったな、これな、こういうほらいろんなね、いろんなこう個性の子がねいるんですよ、ね、あ、先生猫が入ってきた。ああ帰ってきたね、入ってきたね、はい、ああ、なんか姉ちゃんの方に猫行きましたね、これね、大丈夫かな、大丈夫かな、猫いじめられないから、飼う。ああ、なるほど。先生猫さんがたくさん来たよ。たくさんたくさん、それはそれでちょっと大変なことになりますね、これね。そうですね、学校で飼う感じですかね、これはね。どうなんでしょうかね、みんなこれ家族だよ。そうですね、はい。ああ大変だ大変だ。はい、というわけでですね、楽器崩壊しないうちにどんどん進めていこうと思うわけですけども、はい、というわけで、早速ですね、先週はスポットできなかったあれを、いやすいません、初めてお休みです。いや本当ね、でした、うん、はい、まあ、そんな時もありますよということで、はい、今週はその分ジェニコ先生だかジェニコ生徒だか瀬戸君だか知れませんけれども、はい、やっていただこうかなと、はい、思うわけでございまして、はい、じゃあタイトルコールは姉ちゃんかな、はい、はい、お願いしていいですか。はい、じゃあ読みます、はい、それでは参りましょう。嘘だろ。ジェニコ先生の週刊運勢運命コーナーコーナーコーナー。はい、マジかよ。今読んでくれたのは姉ちゃんかな。はい、はい、そうですね。はい、というわけでですね、はい、大変ですねこれね。本当先生大変よ。はい、ということでじゃあここでジェニコ先生、ちょっと今日はお子様フィーリングかもしれませんが、ちょっとお願いしようかなと思います。はいはいはい、静粛に、はい、先生来たよ、先生来ました、はい、先生来ましたよ。本日もですね、4つの動物さんの中からピンときた動物さんを選んでください。ヒントをあげますと、ヒント、何それ、ちょっと待って、占いだろこれ、ヒントってなんだ、ヒントってなんだよ。 50%50% かしら。ああ、そういうことね、はいはい、鈍い地か、よし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 、なるほど、ね、はい、うん、それでは、うん、カメさん、ゾウさん、ウサギさん、パンダさん、さてどれだ。どれもピンとこねー。俺今日もう言われる前から来とったね、今日はね、ウサギやねん俺。マジでマジっすか。うん、ではじゃあ私カメで、対抗馬でいきます。来ました、さあウサギ対カメ、はい、さあどうなる。もしもしカメよ、カメさんよ。はい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 、うん、それではですね、ゾウさんを選んだそこのあなた、はい、体調をですね、いつもより気をつけてください。おー、それはなぜかというと、他人からの干渉を受けやすい人ほどブレやすいので、うん、気にせず流すスキルを身につける一週間にしましょう。はいはい、ラッキーフードはベリー系のやつです。ベリー系のやつ、やつやつ、ベリー系のやつ、やつや、ジャムとか、ラジュベリーとか、うん、なるほどね、なんかそういうベリー風味のやつね、はい、そうです、はい、いろいろあるからね、ベリーもね、なんとかベリー、ね、いいんですよ、ね、その辺は広くて、はいはい、はい、広く広く広くでおなじみのジェニコ先生の運命です。はい、はいはい、そしてパンダちゃんを選んだそこのあなた、はいはい、さあおめでとうございます。おお、一個出ちゃったなこれな。はい、エネルギーに満ち溢れています。うわ、そっちがよかった。協力者がいれば一緒に進めていきましょう。あくまでもあなたが主導です。うわ、でパンダちゃんを選んだそこのあなた、ラッキー何になるのかしら。オレンジの香り、柑橘系の匂い、あ、いいですね、うん、
ほうほう、わーもう4分の1も引けないなんてもうスロット勝てるはずないですよねそりゃですね、じゃあどっちからいきます、どっちでも、どうしましょうか、名乗り出てください、はい、勇気のある方はいはいはい、はい、じゃあ姉ちゃんその男気、はい、神さんを選んだ姉ちゃんとそこのあなた、はいはい、現在進行形のことは順調に進みそうです、やったー見たかー、マジかー、はい、はい、計画は多少ご利用しでも遂行してください、姉の良さ出る出る、そしてラッキーラッキー、これはアイテムっていうよりもラッキードリンク、はいはい、ウォーラー、おー水ですか、ウォーター、はい、ウォーラー、水、うわーもう浴びるほど飲んじゃ浴びて浴びて、はい、はいはい、そうですね、はい、そして、はい、そしてそしてそして今週のジャ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 ーン、ちょっと待って、なんでやねんなんでやねん、うさぎさんを選んだ愛禅くんとそこのあなた、はいはい、これから新しく始めようとしてることがあるならちょっと待った、うん、マジで誰かにえらい迷惑がかかってしまいそうなので今週はちょっと温めておいてくださいね、マジで、アイゼンさん前回もなんかこんな感じじゃなかったりした、なんか、まあ、前もそうです、確か2週間とか3週間とか前とか、ね、新しいことやめろみたいな、いつもそんなことですけどね、うん、マジでちょっといろいろ明日も打ち合わせとかあるんだけどな、はい、困ったら俺な、うん、まあ、あの温めてください、実行に移らなきゃいいんじゃないですか、いやそうですそうです、いやつかでも俺のあれじゃないからな、これな、あ、人のことなら大丈夫じゃない、ああ、そう、ああ、うん、そうか、よかった、そっくり言わないでよかった、そう、人がなんかやろうとしてることの手伝いは置いといて、自分がだから、ああ、なるほどね、あ、うん、じゃあ大丈夫です、そんななんか企む余裕全くないんで今ね、うん、はい、うん、はい、ラッキー動物さんは、うん、鳥、はい、鳥またこれいろいろ鳥はじゃあウォッチングしてもイーティングしても何でもいい感じですか、何でもいいよ、戦ってもいいよ、戦う、おー、そうだな、ダチョウあたりとちょっとこの、うん、明けの汁間あたりと、うん、あれは鳥、鳥でしょ、鳥ですよ、あいつら、いやでもさ、あいつらそうだからさ、みんなさ鳥か鳥ですよ、だってあれだってアケナシルム鳥ですもん、鳥か、なんかほらでもなんか掃除で竜呼ばわりされてるじゃん、いやいやだってあれは鳥でしょ、いやまあ、いや俺もそう思うけど、いやかリオレウスとかだったら、いやあれは明らかに竜だけど、竜ですけど、でもまるっとなんかってことは、でもまあいいのか、でも鳴き声っておーみたいな感じじゃないですかって。これめっちゃ似てますよ。じゃあ鳥ですね。鳥です鳥です。おーみたいな。そうですね。似てる。はいはいはい。そうか、うん、あいつは確かにそうだな、鳥だな。はい、うん、じゃあ明けのシルムを借りに。はい、はい、それでは皆さん良い1週間をお過ごしください。はい。はいはいはい。うわーなんかなーおかしいなー。そう。運命ぐらいいいの引きたかったんですけどね、これね、まあ今週はあのおとなしくしててくださいってことですね、うん、そうですね、まあ、あの、まあまあ、自分のことより人の手伝いしてた方がいいってことなのかもしれないね、でもそれはいろいろあるのでね、うん、まあ新手伝い仕事ですけど、うん、はい、うん、てなわけでですね、あの新しいことを始めても何もうまくいかないアイゼンさんとは打って違う私たちですね、あの最近実は配信に力を入れておりまして、はい、それぞれのちょっとジェニコ先生はどういった配信を今毎日なさってますよね、ジェニコさんも、え、力の続く限り、力の続く限りそう、あの魂が尽きる限り、そうなんです、はい、毎日どちらもやらせていただいてるんですけど、はい、ちょっとジェニコ先生がどういった配信やってるのかとかっていうのも姉、気になります、はい、ショールームの方にお引越しをしたんですけれども、はい、熟女カラオケスナックジェニコというお店をオープンしておりますわかりやすいでしょ、うん、うん、で、昨日はね、アニソンばっかり歌った、おあ、そうなんですか、珍しい、うん、昭和のアニソンって思ってたんだけども、はい、エヴァとかも歌った、で、アクエリオンでパチンコで泣いた話とかもした、はいはい、
あ、あれですか、1万年とですか。そう、あー、あれ熱いですね。なんかなんかあの曲聴きながらね泣いたとか、冬ソナの前話を見て泣いたとかね、そういうようなお話を、はい、うん、あの、はい、パチンコとアニメを絡めたりとかの、はい、配信もあったりします。そして、はい、ね、50人超えてくれると占いこぼれ話というのを入れております。はい、はい、お時間未定です。お時間未定。いつも何時くらいからだいたいやってるんですか。ね、早かったら8時、はい、遅かったらてっぺん回ってからの時もあったかな。あー、なるほど。じゃあそこもママの、期限次第みたいな感じですかね。そうです、あのお仕事終わり次第みたいな。あ、なるほどなるほど。あ、はい、掛け持ちなんですね、あのバーと。そうなんです、占い師とあのバー、はい、スナックの掛け持ちなんで。なそうなんですよ、ダブルワーカーでした。そうなんです、はい。じゃあ仕方ないですね。はいはい。なんかここを見てほしいみたいな、この配信やってる中でここを自分の配信見どころですみたいなとこってあります？はい、あのね、ライトゲー、あのすごいすごい、うん、すごいね。上からも下からもね、ちょっと業務用かってぐらいのライトを当てて、はい、顔を飛ばしているんですよ。で、51歳っていう風に必ず自己紹介で言ってるんですけど、はい、あの顔面塗装がっちりやりまして、まあ、はい、あの塗装の域ですよ、はい、現実塗るとかじゃないです。そうです、アートっていうよりはもう工事の感じですね。工事をした上で、はい、あの画面が見えなくなるほどのライト、はい、すげえ、四方から、すげえ。だからほうれい線とか見えないように、はい、いかに頑張ってるか、そのライト芸をまず見てほしいですね、はい、なるほど。遠くとかよりもライト芸。そう。あとね、顔芸。顔芸、うん、あの表情芸がすごいってことですか。そうです。あとね、一人二役芸。おお、それも確かに見どころがある。うん、デュエットとかね、あの一番わかりやすいので言えば、はい、あの北斗の拳のさ、はい、あの You are shock。 あー、はいはいはい、 You are shock ですよね。そうです、あれをね、そうです、あれを一人二役、はいはい、やります。一人二役、一人二役、うん、どういうことだ。あの高い方と低い方。あー、なるほどなるほどなるほど、うん、なるほど。じゃあ聞いてて楽しいですね、それは。私は楽しくて汗だくで多分痩せてると思います。じゃあ配信1回したら5キロ痩せてますね、きっと。もうじゃあ明日あたりなくなるかもしれない。やだ、俺のジェニコは1キログラムも減りたく、減ってほしくない。減ってほしくない。はい、はい、今日も多分、今日もって、はい、声ひっくり返る。今日もユアショックしたから。はい、ユアショックしたから。で、あと1個いいですか。最近ね、はい、私 YouTube のジェニコ歌ってみた、はい、全然上げてなかったんですよ。はい、すっかり生営業の方にあの、はい、力を注ぎ込んでおりまして、はいはい、でもですね、はい、待って、今日23日でしょう。今日はそうですね、はい、はい、昨日久しぶり、超久しぶりに、はい、昭和のアイドルが、はい、確かね、夜テレビに出たはずなので、その方の曲を、はい、そのテレビが終わった直後ぐらいに上げているはずですので、はいはい、見てください。おお、じゃあもう動画も配信も23日は忙しいってことですね。はい、22日の夜から23日にかけては見るのだ。はい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 、はい、文字がやばい。いや、まだ大丈夫ちょうど、はい、じゃあ姉ちゃんどうなのっていうぐらいでちょうどいいぐらいだと思うよ。お、私ですか、うん、はい、姉さんのも最近はい、会えば見に行かせていただいてるんですけれども、ありがとうございます、来ていただきまして、はい、なかなか切れてるところに遭遇できなくて。そうですね、私は最近主にゲーム配信に力を入れておりまして、で、はい、ゲームやってる内容が基本的にこのスイッチのゲームを中心にやっているのと、あとは馬娘をやらせていただいてます。はい、で、モンハン、基本的にはそのモンスターハンター、まあ、さっきもちょっとアケナシュルムとか名前出たんですけど、モンハンと、はい、あとはスマブラ、たまにスマブラやってますと、はい、あとはやっぱ、まあ、馬娘、はい、がメインでやってますかね。はいはい。で、まあ私もね、別にもう切れたい気持ちで配信やってるわけじゃないんですけど、なんかね、切れちゃうの、なんなんですかね、あれね。なんか私配信外でも普通に切れながらゲームやってるタイプなんですよ、どっちかっていうと。なるほど。
そうです、ちょっと例えばその馬娘で言えば、その馬娘って育成ゲームなんですけど、はい、その育成がうまくいかないと、もう二度とやるかよこのゲームと、はい、もう二度やるかもうクソゲーがよってもうずっと言ってるんですけど、一人で一人ごと、はい、入ってきてます、入ってきてます、はい、そして、そうですね、スタジオでもたまにぶつくさ怒ってますね、はい、そういうことだね、そうなんです、うん、ずっと一人ごと言ってるんですけど、誰がいるとか見えてないんですよ、もう馬しか見えてないんですよ、馬娘しか見えてないんですよ、はい、目の前に馬娘の育成のことしか見えてないんですよ私、はい、そうで、モンハンも切れてますねモンハンも切れてますどうでなんですかね、もう嫌なんですよそう、切れたくないなと思いながら毎日配信してるので、はい、まあ、切れ芸をね披露してるので、はい、ぜひ遊びに来てください、はい見どころとしてはキレ切れですかね、なんで泣いちゃう、こんなのやだもういやでもね、あの、はい、演技じゃなくってこれガチで、あのああって思うから、はい、あの、はい、余計ね面白いんですよ、すごく楽しい、まあ、切れてるだけなんですけど、ね、私が、はい、あの、はい、喜怒哀楽がねすごくめちゃめちゃ激しいですね、確かに激しいのですごく面白いです、はい、ありがとうございます、はい、あとあのコメント返し、私多分自信あって、はい、あのゲームをしながら、あの普通のその配信してる方ってやっぱゲーム集中しちゃってコメント返しあんまりできないこと多いんですけど、はいはいはい、はい、でも私あのゲームしながらコメントを返すっていう技を持ってるので、え、すげえ。そう、あのアクションゲームとかでもある程度こうコメントを見れるんですよ、すげえ、はい、見ながらあのコメント返しを頑張ってしてるので、なのでそれで勝つ、あの勝ってますね、あのスマブラとか対戦ゲーは勝ってます、対戦ゲーは、はい、あのモンハンはみんなでモンスターを狩りに行くゲームなので、うんうん、そうです、ま、誰かの勝ちとかはないですね、みんなの勝ちみたいな、はい、はい、って感じなんですけど、なので結構コメント返しはほぼ全部拾うぐらいの勢いでやってます、はい、さすがです、はい、なので結構コミュニケーションはあのかなり取る方の配信者だと思うので、ぜひ遊びに来てください、はい、はい、いきます、うまくまとめたぞ、どうだ、うん、尺的にもちょうどいいな、どうだどうだどうだ、はい、というわけで、ぜひあのキレてるの見たい方は見に行ってください、はい、え、はい、はい、言いましたねこれね、そこかよみたいな、はい、はい、というわけで一旦CMです、サンライズオート、サンライズオート看板系のココだわ、突然ですがお車にお乗りの皆さんにクイズだわん、定期的な車のメンテナンスで半年に一度欠かせないことといえば、そうエンジンオイルの交換だわん、定期的なオイル交換でお車を長く大事に、サンライズオートがお手伝いするわん、サンライズオート、はい、てなわけでね、はい、今日は、ジェニコ先生と、姉様の、最近、力を入れてる配信具合についていろいろお話を、はい、していただいた感じでございました、はい、はい、あーよかった、もう怖い生徒はいないぞ、はい、よしよしよし、あーよかったあの、はいはいはい、告知していいですか、あどうぞ、はい、10月の2日あれ2日かな、2日だと思う、10月の、2日あれ、うん、日曜日、日曜日、あってるあってる、やっぱり自信なくなっちゃった、はい、10月の2日、D スタージャンクションあの出演させていただきます、で、こちらなんですけど姉の、出演は一部のみとなっております、こちらでは、仲良しの神沢梨沙さんとまた何曲かコラボさせていただく予定ですので、ぜひぜひお誘い上のお誘い合わせの上ご来場お待ちしております、あの切れてるだけの人じゃないので、ぜひライブあの、ま、もう自分で言うのもあれですけど、あの全く別の人なのでぜひ遊びに来てください、キレキレで踊ってますもんね、そうです
そうです。そうだな。もう、うん、頑張ってキレッキレな私を見せ、はい、見せます。頑張ります。はいはい、キレ違いで。あ、本当だ。はい、気づいてなかった。うわ。会長。はい、はい、というわけであとね、私あのまあ最近毎週言ってますけど、はい、クラブジャンクボックスの方でですね、約3年ぶりぐらいに、はい、ロックバージャンクボックスが、復活いたします。はい、ホーラスの、地下ですね。はい、往年のロックをですね、プロミュージシャンが、はい、皆さん座ってのんびり食べて飲んで、やってくれてる中、はい、やりますよということで、のんびり、ガイタレのライブに行くより相当安くそれっぽいものが見れるという、結構前からリピーターの多い人気企画でした。ぜひ皆さん遊びに来てください。10月26日の水曜日でございます。はい、お肉のイベントですか、と言われておりました、はいはい、でも今回お肉はないんですか。今回今ちょっとね検討中です。いろいろお肉、はい、わかりませんけれども、はい、まあいろいろやります。26日だいたい7時ぐらいからやっております、はい、遊びに来てね、はい、すいません私もあるんですけど、はい、はい、どうぞ。はい、10月の8日土曜日ロッカテリアでコデビルさんライブやります。お、そうだ。プレイガイドじゃなくても予約できるので、はい、DM とか DM とかください。以上です。はい、はい、はい、というわけでお届けしてまいりました。はい、ね、はい、今日は、はい、いや、よかったな。もうこれでこれでもう楽器崩壊にもならずに済みましたよ。先生、ね、犬が来たよ。犬か、今度は犬か。あ、姉ちゃん大丈夫か。犬は大丈夫なのかな。はい、それでは提供を読ませていただきます。この番組は新車購入に中古車購入、車検から日々のメンテナンスまで、車のことなら何でも任せ、サンライズオート。はい、ここで犬が来ましたね。来ましたね、はい、地下鉄高等大工駅から徒歩2分、本庁教室を中心にレッスン受付中、仙台の音楽教室のロックアンミュージックスクールの提供でお送りいたしました。はい、というわけで、いろいろお届けいたしました。はい、来週は来週でまたあの姉ちゃんのライブ直前なんで、はい、その辺とかやるかもね、はい、って感じですね。お時間いただきます。ありがとうございます。はい、はい、というわけでまた聞いていただけたらと思います。それでは皆様、良い週末をお過ごしください。また来週。バイバーイ。バイバーイ。